キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、はい、1年後はどうなったか、ね、うん、今年頑張れないと、はい、やばいですよ、ポジション奪われますよっていうね、まあ、ところで、まあ、あとはね、はい、まあ、でもここからね、これ選ばれた選手でも小原なんかもうターマンでね、はい、今なんてもう引っ越ししたら、はい、別荘地に。そうですね、ターマンからも別荘まで作っちゃった、うん、もう海いいですよと、はい、崖危ないんでって、うん、平屋で、はい、広大な土地で平屋でいいですっていう感じ、小原、はい、もうめちゃくちゃポジションは、まあ、安定しましたからね、ゴールデングラブやで、はい、崖っぷちからだからな、うん、あの多くの人が間違ってるのは戦力外に頑張らないとなるよ選手を選んでるんじゃなくて、うん、今頑張らないと、うん、もうポジション奪われちゃいますよ、うん、もしくは控えに甘んじることになりますよ、うん、でもう一つ言い換えれば今年ビッグチャンスですよっていうね、うんうんうん、頑張ったら、はい、っていうところの選手たちだからね、はい、ちょそこら辺の認識はね、うん、しっかり持ってもらいたいということで、はい、今日はねパリーグ編ですけど、うん、まずは最下位日本ハムから、はい、まあ、今年ね、ピッチャーでは宮西、川野流星、うん、田中正義で野手は江越、清水、水野っていうところがね、はい、うん、佐々木のコメント的には宮西は老いとの戦いやと、はい、まあ、ベテランになってきてね、うん、であとは田中正義と江越は移籍して勝負年になるっていう ね、うん、そうですね。ところで田中正義なんとなんともう守護神ねえ、うん、っていうところでね、うん、ジャスティースってね、うん、出てもうあれだな、高層マンションお茶飲んでんな、もう崖にはいないですよね、全然、うん、全然高層まで行きました、うん、高層まで行ってない、そろそろ北海道土地買おうかぐらいちゃうんですか。でも高層マンション住んでると思うで、だってもう安泰やろ、来年ももう守護神ですかね、やっぱり。いや間違いないでしょ、それは間違いないですよ、ね、うん、でもちょっとね、はい、あの耐震補強を今ちゃんとしないといけない、はい、崩れることだけ注意したいね、怪我、うん、あるからね、ポジションはねもう安定しました、うん、住む場所は安定しました、全然安定してる、うん、でも若干とちょっと家がグラグラ、家がグラグラしてるから、うん、そこがもうねボディ完璧になったら、はい、もうそれはいいとこ行くんちゃう、うん、僕 3.5 セーブだからね、2勝3敗、うん、そうですね、47試合投げて、はい、もう自己信でしょ、うん、そういったところではもう崖っぷちじゃないんでチャンスを手にしたね、はい、川野、川野もタワーマンスン出んちゃう、うん、崖から、はい、ね、うん、50試合登板1勝4敗防御率 1.70 だから、はい、そう、素晴らしいよね、あ、防御率そんな良かったんだ、うん、この前川野の父ちゃんに会ったよ、あ、徳島 で地元一緒だから、はい、同じ市内だし、アンダーナイン佐々木、うん、争奪少年野球大会行ってて、あ、で、あの指導者されてるから、はい、少年野球とで来てて挨拶してもらって、はい、今年良かったっすねって、うん、いやだからリリーフの方がいいって、リリーフの方がいいっすよねやっぱりって言ったら、うん、あ、佐々木さんそうやってずっと言ってくれてたんでって言って、はい、リリーフになってボーボーズ 1.70 ね、50試合も投げて、おう、もうそれはもう十分やろ、うん、な、来年はちょっとタイトル目指していきたいよね、はい、そのリリーフのね、うんうん、もうじゃあ今ターマンですね、うん、はい、宮西、はい、30試合登板ボーボーズ 2.66、うん、勝ったな、うん、お家の戦い、うん、十分ね、はい、まあ、川野と、宮西でダブル左腕でな、うん、リリーフ堀がねちょっと状態上がってこないっていうところもあったけどね、うん、まあ、ここら辺はね、うん、日本ハムのリリーフ陣としては地盤築いて宮西、川野、田中のリリーフ陣、うん、これ3人だけ見ればいいよね、はい、でも全体的には防御率は悪いんだけど、ね、いやそうなんですよね、3人だけ見ればめっちゃいい、うん、だからもうこのもう3人は全員崖にいないね、宮西も今年の頑張りで、うん、まあ、あとはもう本当怪我の戦いだからね、うん、あのそこら辺をしっかりやっていけばいい結果は残そうだね、来年もね、はい、だからもう来年ここにノミネートされることないね、うん、最高だね、はい、で野手江越、うん、1割8分、うん、ホームラン5本だからやっぱ、まあ、非常に言いにくいけど、うん、こういう選手プロ野球界にクソほどいいんだよ、うん、当たったらすごい、はい、でもなかなか当たらへん身体能力高いね、うん、だから守備もいいし、うん、トンネルとかしちゃったけどね、守備もいいし肩も強いしパンチ力ある、はい、当たらへんね、うん、ここやね、はい、継続中やな、崖は、はい、ちょっとまだ安定はしてないよという、ね、うん、うん、ですね、これあの年がかさむごとに、うん、一歩下がるからね、はい、一歩下がってるね、はい、崖の方に、うん、これちょっと継続だね、はい、危ないね非常に、はい、であと清水清水選手がね、うん、まあ、ちょっと打つのは打つんだよ2割6分、うん、でも守備がな、うん、でまたキャッチャー取ってるやん、あの上武大学から、はい、うん、浸透、ね、これ下手したら現役ドラフトだね、うん、でしかもあの伏見来てでマルチネスがキャッチャーできるってなって、うん、梅林とかもやってたもんね、うん、神谷君がね
ああ、そうですね、出てきましたし、あと軍事ね、うん、まあ、軍事は今晩、あと古川ね、古川、あ、終盤で出てたよね、うん、だからちょっと優先順位がどんどん下がってきてるから、うん、一時は里崎賞を取るかって言われてたのにね、第1回で、はい、打つからね、うん、ということでね、はい、これはもう崖の方に一歩下がるだね、はい、うん、そして水野選手、ちょっとこれ、うん、内野手争いに負けるかもわかんないよね。そうですね、まあ、31試合出場、ね、1割6分1厘、2軍ではそこそこ打ってんだけどね、うん、2割6分4厘、ホームラン4本っていうね、はい、ところで打ってんだけども、1軍になってくるとね、うん、他奈良とかね、うん、出てきましたからね、うん、今年上川畑もそんな良くなかったからね、うん、あと谷地ね、はい、でもちょっとこう内野陣誰も寂しいな、誰も固まってない状態ってことですね、うん、そうだね、うん、だ、まあ、まだチャンスはね十分にあるけども、はい、崖の方に一歩下がるだね、これね、はい、野手陣は崖の方に全員一歩下がったね、そうですか、うん、でも投手陣全員、はい、もうたまんねっす、はい、でもまだ崖の方に下がったけど、まだこうなってはないってことですよね、シーズンになってるけどね、キャッチャー取られてるから、確かにそうなんですよね、ドラフト2位で、これがちょっと危ないのよ、今、はい、うん、今頑張ってる途中や、しかも若手もちょっと出てきてるっていうのもありますからね、うん、でも手離した瞬間、現役ドラフトの枠があるかも分かんないからね、あ、そう、確かに、うん、そうですね、うん、ここから、ヒューって言ったら、もうそこは、チーム移れば、崖じゃなくなる可能性あるから、はい、これ、日本ハム崖の説明だから、ね、はい、うん、確かに今年、現役ドラフトでね、ジャンプアップした人、結構いましたからね、うん、そうそうそう、でも、クビになるやつもいるから、おけで言ったら、もう紙一人だからね、紙一人、最後のチャンスだ、はい、ね、といったところでは、はい、まあ、そんなところかな。で、あの、なんとこの企画、私がなんか袴田スコープっていうのをやってた、ブレイクセール選手を予想、はい、で、奈良間矢沢二刀流に来た、でも奈良間君頑張ってね、結構頑張りましたよ、終盤ね、グッと出てきましたよね、うん、ヒット44本、うん、で、ホームラン2本、2割4分3厘だからね、はい、65試合出場、うん、まあまあ半分ぐらい、本当中盤から出てきてっていう感じで、うんうんうん、でも2軍ではね、3割3分3厘でホームラン2本とか、うん、2軍でめっちゃ打ってるから、来年にもかなり期待だね。ですね。そうなってくると水野とかもう危なくなってくるからね。いや、そうなんですよ、うん、結構ポジションの仕事掴みましたからね、うん、君ね、矢沢もうちょっと頑張るかと思ったけど、うん、ね、怪我もあったのかな、怪我しましたね、え、うん、2軍でも5試合しか登板してないからね、先発2回、はい、あ、32試合出てる、2割3分2厘、うん、ホームラン2本、悩みどころやな、どう使うかっていうのも難しいですよね、そうだね、うん、でもさっき説明したようにリリーフは宮西、カーノが左でいるから、はい、で、堀もいるわけでしょ、うん、でそしたら無理やり守備からリリーフにする必要ないのよ、戦略上的には、うんうん、いるからね、これがいないチームだったら左が、はい、守備からワンポイントリリーフとかだったら結構いい形になるんだけど、うん、昔のね、ノブさんの遠山さんと伊藤さんか、あれ右左でファーストとね、遠山さんファーストにしてみたいなところがあるけども、はい、まあ、そこら辺だね、まあまあまだね、23歳だから、はい、ここからどこまで頑張れるかっていうところで、まあ、奈良間君頑張ってね、はい、ブレイカーね、そうですね、佐藤さん、これ1球団で10分喋ってるんで、うん、このままいくと60分かかりますよ、この動画、そうなの、はい、そういうパターン60分番組、1時間番組やっちゃいますよ、これ1時間番組だった、今日本ハムだけで11分喋ってますから、そうなの、はい、ちょっと喋りすぎてんな、だいぶね、もうちょっとさらっといかないといけないですね、うん、説明したいやんな、そうですね、ちゃんと喋りたいですからね、でも1本取れちゃうぐらいの尺なんですよ、これじゃあとりあえずちょっと日中上行こうか、日中上行きましょう、とりあえず、じゃあ次西武、次西武ね、はい、西武は跳躍、はい、隅田ね、はい、去年一緒だからやっぱ今年結果出さないとっていうね、ポジションがね、あと浜谷、はい、で野手は金子、うん、若林、宇念っていう、うん、ね、で佐々木コメント、隅田は今年結果出さないと浜谷同様左投手を補強される、うん、補強されてるけどな、あの広角員、竹内君、ね、竹内君補強されてるけどね、うん、でまだちょっと言ったやつがね、うん、まだ切り抜きで、はい、なんか変に書かれてな、感想やんな、うん、選手そんなこと言わへんちゅうでんな、ね、はい、まだ入ってくるんで頑張らないといけないですぐらいをね、うん、なんか変な感じで取られてね、感想だったよね、あれはね、はい、っていう中、はい、まあ、隅田はね、よかったですよね、頑張った、しかも侍選ばれてるからね、うん、で俺のピッチャーの中で一番期待するのは隅田だからね、うん、そうね、だってルーキーの時からすごい良かったってね、俺高校生のハサミ高校の時から俺は良かったって言ってた、はい、俺その時からこの子めっちゃいいと思うけど、うん、僕は隠し玉でドラフトいいと思うんですってテレビで言ったら、はい、あの仕事の時出しなかったからね本当、はい、で、忘れてて4年後出会って、うん、あれこの俺も名前忘れてるやん、うん、こ
その本見たことあんなと思って、うん、しかもハサミ高校、うん、あの子ちゃん背番号11番だったみたいな、はい、記憶がよくない。4年前の記憶が、うん、だから俺も言って俺の目に栗がなかったっつって、うん、本当ですね、はい、ただまあルーキーイヤーは1勝10敗でしたっけ。そうそうそう、ちょ援護もなくてね、はい、でも僕で 3.44、 9勝10敗、うん、まあ受賞できなかったけど、うん、まあ去年に比べたらね。いやそうですね。でしかも終盤めちゃくちゃ良くなったからね、うん、あの低めのチェンジアップとかね、はい、いい感じで投げれてっていうところでは、うん、まあ良くなったからね非常に、うん、だから今はもうあれだね、中層階だね。ターマンの中層階ってことですか。そう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 、うん、まあまだだね、はい、もう一頑張りしないと。いやまだまだだって登っていきますもん。そう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 、うん、でももう今年本当にチームからの信頼をどうなるかが去年ね、はい、勝てなくても投げさせてくれてっていうところもあってね、うん、その試験的な意味もなったところで合格はできてるからね、はい、うん、そういったところではもうね来季に向けてもっと飛躍していってほしいね、はい、順当にいけば全然もう来年もローテーションでしょうね、うん、で跳躍、はい、ね、オリックスから人的保障で、はい、あの森のね、うん、入ってきてっていうところで、まあ、1軍で5試合登板 9.00、うん、しかも今年西武がねリリーフがちょっと苦しかったところ、うん、ちょっと森脇の怪我とかね、はい、いろいろあった中でちょ結果残せてないのは苦しいけど、ファンブでも5試合しか登板してないから、はい、怪我だな。そうですね、これは完全にね、うん、ちょっとチャンスをつかみきれなかったね、うん、崖一歩下がるやな、はい、これは安全な方には進めてないですね、うん、しかも結構いるからね、台湾出身、西武はね、うん、はい、州とかね、違うな、昔ね、あ、うんうん、いっぱいね、そういうところの経験則はあるはずだからね、うん、浜谷、はい、1軍1試合も登板してません、うん、あ、本当だ。2軍17試合、うん、17先発 4.68、うん、7勝6敗波激しいんだろうな。クオリティスタート8回、15先発で、はい、だからちょっと波激しそうやな、うん、いいか悪いかの、だからここら辺をもうちょっと安定できればっていうね、うん、感じもあるけども、まあ、まだ24歳だしところも、でも隅田、佐藤、竹内来てるからね。そうですね、左が、はい、そういったところでは、うん、チャンスがねどんどんなくなってくるけども、はい、まあ、崖のままでステイだね、まあ、下がってはないね、はい、ステイ、うん、はい、維持って感じですね、うん、で続いて、はい、野手金子、打率1割7分クリーン、うん、11年目、いやきついなこれ。いやもう崖やな、うん、チャンスが減ってくるな。そうですね、まあ、昼間もね、はい、いい感じで出てきたし、うん、チャンスをるうちに頑張んないと、うん、まあ、若いのが出てくるからね、はい、ちょっとこれはチャンスっていうかもう最後のチャンスぐらいだったと俺は思ったけど、うん、ちょっと生かしきれなかったね、はい、山林、はい、やっとボルト抜けたんだよね、なんかね、うん、手術してね、はい、でまあ、今年2割4分4厘、うん、盗塁4、やっぱりちょっと足がまだ万全じゃないんだろうね、うん、本当にルーキーの時早かったからね、うん、ビビるぐらい、はい、だからまあここはあれだね、あの崖2歩前進だね、2歩前進、うん、交代じゃなくて、はい、だからまあまあ、試合に出られるようになった、まあ、うん、そうそう、まだね崖は見えてるそこに、はい、でも軒先で座ってコーヒーだ、ね、あー、なるほど、うん、まだ家の中入れてない、はい、うん、でもまあまあね、うん、ここからどこまで復帰できるかだからね、うん、ポテンシャルあるからね、はい、そこら辺はまあ注目だね、身体能力をね、うん、ありますからね。あと腕に、はい、2割5分、うん、きついな。で今年30歳、2軍ではめっちゃ打ってるんだけどね、はい、ロッテの平沢と同じ状態でね、うん、もう2軍でやることない、こんだけ打ってた、うん、あと1軍で結果出すだけだから、うん、そこをどういう風に結果出していくかっていうね、うん、まあ、大げさに言ったら現役ドラフトでもいいんちゃうかって思うけどね、うん、他に欲しい球団ありそうな感じはしますもんね、うん、そういった意味ではね、はい、でまあ牧野も残留するし、うん、で渡辺がね、うん、出てきたっていうところもあるしね、はい、まあまあまだだけどね、うん、ってなってくるとポジションがなかなかね、うん、っていうところもあるから、ベンチとしたらめっちゃ融通いいと思うよ、どこでも守れるからね、うん、そうですね、うん、はい、正直ね。で私の袴田スコープはもう鈴木翔平選手に頑張ってほしいっていうのと、うんうん、あと渡辺裕太郎投手がちょっとそろそろ出てきてほしいなっていう、ね、うん、そうだね。でも鈴木翔平2割4分ね、うん、結構頑張ったと思います、うん、72試合ね、はい、だもうちょっと2割7分、7分ぐらい上げたいよね。でもうちょっとこうだからスタメンガチッとね、本当は掴んでほしいんですけどね、掴、うん、みそうで掴みきれてないんで、得点圏打率悪いな、出塁率がね、うん、低すぎるのよ、だもうちょっとフォアボールとかを選べていければね、はい、足も生かして盗塁だからもっといい感じでできると思うから、はい、ね、今のうちに頑張んないとポジション取られますよっていうね、うん、今チャンスですよっていう、はい、であと渡辺裕太郎最後投げたけどね、うん、防御率だからいいのよやっぱりね、はい、持ってる
ものはいいってことですよね。で2軍でも12先発5勝4敗、うん、防御率 3.79 だからまあここも激しいんだろうな、好不調が。そっか、だからそこら辺が安定できて、まあ、来年入ってくれたらいいよね、はい、先発ローテーションにね、うん、若いですからね、まだね。だからまあ渡辺裕太郎が成長しきれないところが高橋光成がポスティングさせてもらえないところだと思う。あー、なるほど。やっぱこの次から来てると、うん、させてやりやすいじゃん、はい、だから、まあ、あとは優勝したいっていうところもあるから、うん、出せないっていうところもあるけど、うん、渡辺裕太郎がもしオリックスでいうと東みたいな感じで今年頑張れてたら、うん、はい、高橋君の知って出したかもかね、うん、そうですね、うん、まあでも来年頑張ってくれそうな感じするけど ね、うん、ね、来年のスコープでもねちょっとあるかもしれないですね、うん、そうだね、はい、佐藤さん、うん、2球団で20分喋ってましたけどどうしますか。そうだね、はい、3球団ずついきますか。また明日、今日は中日です。はい、はい、菊谷、うん、で橋本、はい、で野手は加藤翔平、高橋周平、はい、高橋はカリステと石川に今年勝てないと今後厳しくなる、うん、袴田スコープはブライト、キャンプではいい感じだ、はい、今年ブレイクする、ね、予想を回したわけです、うん、はい、さあではまず福谷投手は、うん、14試合登板、11先発で3勝4敗、はい、うん、でもクオリティスタート6回してるからやっぱね、うん、ドラゴンズの投手陣は勝敗だけじゃ語れないのよ、うん、援護ないだよ、はい、これがね。そうですね、うん、ここら辺は継続やな。そうですね、うん、まだまだね、うん、だって今年ドラゴンズはドラフト1位草川君、うん、ピッチャー取ってきてるから、はい、そこまた入ってくるかも分かんないし。そうですね、あと中地ね、うん、で梅津、はい、この3人が、うん、若いのがくー来る可能性あるから、うん、で今年福谷は早生まれだから33歳の年だから、はい、来季34歳の年でしょ。そうです、学年的には、うん、そういったところではチャンスなくなってくるからね、うん、ステイだね、ステイ、うん、悪くはないけど良くもない、はい、便利屋に使われそうなタイプ。あ、正直、はい、もう大げさに言ったら、うん、チーム変わった方が輝けるかもしれない。ああ、先発いないよっていうところとかに、うんうん、そしたらローテーション入ってくる力あるから、はい、ね、あの今すぐにでもっていうところで言うと、うん、現役ドラフト上げてもいいんちゃうかっていう。いや、現役ドラフト入ります。でも、はい、去年の細川と同様に、うん、いい選手出していかないと。まあそうですね。で現役ドラフトっていうのはその欲しいっていう選手が多いチームから一番に取れるから、はい、そういった意味では、うん、いい選手出していかないと、うん、いい選手取れなくなるから。そうですね、ある程度はね、うんうん、だからまあステイだね。はい、うん、橋本投手フォアボール連発で、ね、デッドボールでしたっけ、うん、ね、13試合登板、防御率 1.17、はい、うん、ね、でも15イニングしか投げてないのに、うん、四死球13だからね。そう、ちょっとね、うん、ここら辺がまあどこまで改善されるかだね、はい、2軍でも30試合登板、うん、で39イニングで四死球20個だから、うん、はい、2回に1回フォアボール出して、うん、ここだね、制球力だね。そうですね、でもあの最後戻ってきましたよね。そう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 、うん、うん、だから、そう、だから一歩交代だね。一歩交代、はい、うん、まあ、引き続きだね、はい、これはね、来年どうなるか、うん、野手、うん、加藤翔平、はい、なんかポテンシャルだけはあるからね。うん、見栄えはめっちゃいいのよ、はい、何やらしても、うん、器用にできるから、うん、でもね、結果がね、継続せへん、全く2割2分5厘今年、はい、59試合、早生まれだから33歳の年、はい、福谷一投手一緒ですね、うん、だ打席数がね45だから59試合も出てるのに、うん、だ結局ダイソーとか、あ、守備がダメで使われてるんだよ。足速いし、そう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 、うん、でその中でこの後藤俊太とキャラかぶりなんだよ。あ、そう、完全にスタイル的なところも似てますよね、ほんであの、うん、身体能力高いポテンシャルも似てるんだよ、うん、でもどっちにも言えんねん、はい、安定感だ。あ、だ結局後藤俊太も、うん、今年52試合出てるんだけど、はい、打席が51打席だから結局は同じ感じ、代打の1打席か加藤もそうだけど、うん、もう守備固めだね、ダイソーか、うん、結局ね、だから大島とかの守備固めとかで入っていくだけなのよ、うん、なるからね、うん、一歩交代だね、はい、翔平も一歩交代、はい、うん、ほんと。で続いて、はい、高橋周平、高橋周平、うん、2割1分5厘、うん、86試合、いやーきついねー、これは。
29歳早生まれ、来年30、今年30歳の年、うん、一歩後退やな。しかもよ、うん、今年またドラフトで二遊間とか野手を取ってきてるよ。正直、ね、うん、でひょっとしたら来年カリステがセカンド、はい、あショート、うん、で最初出るかも分かんないじゃん、うん、今年の終盤の使われ方見てたら、はい、で石川は怪我なかったらまあサードで出るでしょ、はい、ファーストビシエドなのか、うん、まあ、ビシエドも来年から日本人登録なんだよね、うん、外国人また取ってくるのか、はい、だからもうセカンドとかしかないやん、うん、でそこにね、福永、村松、田中、うん、はい、しかもまた今年2位、3位とかね、今年取ったからね、わちょっと内野ダボついてますね。大渋滞ですね。今ちょっとあの内野ガチャ進行中だから、うん、当たりまでミックスできないから、ミックスと、うん、いやちょっともうちょっとこう選んでほしいです。こう取った中で、うん、なやっぱいいなみたいな感じになってほしいです、ね、いやそれはもう勝手に選手が輝かないと。そう、だから輝、もう我慢してほしいな。我慢してる余裕ないから。中谷さんもだって来年あかんかった、ひょっとしたらもう来年最後かもわかんないから、そんなね、悠長なこと言ってる場合じゃないから、うん、だからちょっと高橋周平もやばいな。大渋滞考えるとちょっと危ないですね。現役ドラフト高橋周平でもチャンスはもらってるからな。そのもらってなくてじゃないからで、打席数もその加藤とかね、後藤俊太とかに比べると、うん、打席数ももらってるから、はい、そこでやっぱ結果残しきれてないっていうのはもうちょっと、うん、でここ数年ずっとだからね、はい、86試合で打席でいうと172なんで、まあ、だからスタメンでもね、うん、使われてるっていうところもあるから、はい、そこはきついよな、うん、ということでじゃあ交代ですか。もう加藤と高橋周平はこういうこれやで、はあ、うん、そこまでいきます。おでもまあもしかしたらそこからふーんって言って、うん、十分、もちろんもちろん、ね、可能性ある。コーヒー飲んでる可能性もありますからね。はい、加藤翔平とか頑張ったらレギュラーいけるのにな、うん、いやだから2人とも頑張ったらレギュラーいけるところにいるからね、はい、それを掴みきれてないっていうところがきついよな、うん、はい、でもブライト、墓場さんの、はい、ちょっとブレイクはしきれてないですね。惜しかったよね、うん、惜しかった。そう、そうでしたね、これはね、うん、もうちょっと考えよ、はい、野球っていうものを、うん、もうちょっと考えよ、はい、そこまず、うん、そこから、はい、小久保さんじゃないけど、はい、あのなんかあの今キャンプで走塁メソッドみたいなのが今やってるらしくて、うん、キャンプで、はい、でこれを守れない選手はもうホークスの一員じゃないっていう、はい、だから走塁はもうこのメソッドにのっとってやろうって、はい、俺なんかなと思って最初、うん、全部が全部知らないよ、うん、走り方とかあんのかな、何なのかなって思ったら、本塁はまっすぐ滑り込むっていう、はい、回り込んじゃダメって、うん、まっすぐの方が早いからって、はい、あ、そういうことと思って、はい、あ、もう今はそういうこともちゃんと教えないとダメだなそういう基本的なところからってことですか。そう、うんうん、だから多分それが全部わかんないよ、はい、もっとそれは細かい難しいこと、うん、だから逆に言うと、だから下手したらよ、うん、その中にはランナー二塁バントの時は転がってからスタート、うんとかも書いてるかもわかんない、はい、だから転がる前に予測して走るからバッターが空振りした時に刺されたりするわけだ、うん、だからもう当たった確認してからスタートとか、はい、そういうのをとかも書いてる可能性あるから、うん、あのブライトもそういうことからちゃんとやっていこう、はい、あのこういう時は走っちゃダメとか、はい、こういう時は走っていいですよっていうのを考えてやったらポテンシャルも生きるから、うん、もうちょっと考えてやろう、はい、野球を、うん、で続いて、はい、ヤクルト、ヤクルト、はい、ヤクルトは石山、杉山、うん、松本直樹、川端慎吾、西浦、うん、マクガフがいなくなって石山は守護神に返り咲けるかが勝負っていうね、うん、石山で言うと、まあ、守護神はね田口になったからね、はい、でも田口が守護神になったから田口の代わりがいなくなったよね。ああそうですね、そこがきつくなったのよ、結局ね、はい、だこういうのって2枚やっぱり用意しとかなきゃいけないんだよ、うん、誰を守護神にやったらその選手がいないところを誰か埋めなきゃいけないっていうところで、まあ、埋めきれなかったのがねやっぱ痛かったなっていうところもあるけども、はい、うん、石山ね、はい、50試合登板、そうそうそう、4.40 ですよ、うん、いや防御率悪すぎるわ、うん、リリーフで 4.40 って、あ、そっか、うん、かなり悪いよね、うん、だって47投球回で三振は41個っていうね、うん、取れてるけども
被安打51だからね、はい、47イニングの中でね、でフォアボールが16個でしょ、うん、常にランナーを出しますみたいな感じになってるから、うん、そういうところはもうちょっと修正していかないと、うん、投げてみなきゃ分かんないっていうところが多分3勝6敗っていうところにもつながって、いい時はいいけど、うん、悪い時に修正効かないみたいな感じになってるから、うん、そこら辺はもうちょっと修正しなきゃいけないけど、来年36歳、はい、結構もうベテランになってきましたからね。だからまあもうそこはもうその自分今のポジションでもう頑張るしかないね、はい、正直ね、うん、だから崖とかじゃない今、はい、ベテラン専用 の、はい、あのシェアハウスシェアハウスにいる、はい、だから多分大事に使ってくれると思う、はい、石川とか、ねうん、とかと一緒に、はい、あの大事には使ってくれると思うけども、うん、もう、まあ、もちろん本人頑張ると思うよ、はい、本人頑張ってこれからもちろんねそこからまた独り立ちっていうところもあるかも分かんないけども、うん、多分チームとしてはポテンシャルあるから、うんチームに役立つ選手になってほしいっていう、うん、あなるほどっていうところで、うん、早めだったりとかワンポイントだったりとかいろんなところを任されるかもわかんないけども、うんまあ、その立ち位置にも来たかなっていう、はいうん、だからシェアハウス、はい、崖とかじゃない そうですね、そういう類じゃないもう、まあ、去年はあれですか、マクガフ投手いなくなっての守護神としての崖、そうだから今年ね守護神取れるかもう返り咲けるかどうかの勝負だったけども、うんまあ、そこはちょっと返り咲けなかったけども、うん、戦力としてはなってるから、はい、シェアハウスシェアハウスで、うん、そう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 、はい、大事に使ってくれると、はい、次杉山投手ね、はいまあ、今年で3、うん、あの4年目っていうね、はいところで、まあ、2軍でも10試合登板、うん、先発1回防御率9点だ怪我もあったんかな、うんうん、正直ね、はい、だからまあなかなか苦しかったね、うんまあまあ、引退っていうところでね、はい、人生は野球だけじゃないから、うん、でまだ彼で言うと若いから今年6歳でしょ26ですだから来年27じゃん、はい、もうこういうのがもう早めにスパッと、ねうん、本人決心ついたら、うん、次のステージ行った方が、うん、次のステージで成功する確率も上がるし、はいね、で自分のやってることはプロの中で必死で一生懸命できたわけでしょ、はい、だからここからはもうね、うん、視野を変えて、うん、次のステージで成功できるように頑張ってもらいたいね、うん、そうですね、うんはい、で続いて、はい野手松本直樹選手いやこれちょっときついな、うん、3試合1軍では出場、はいうん、2軍では2割8分6厘ホームラン4本、うん、いい活躍してるんだけどもこれはね、はい、崖で、うん、もうこうなってるけどねあですか、うん、いやだって子が良かったやん、はい、で中村悠平いるわけよ、うん、で内山いるやん、うん、もう4番手以降なってんだよそうですね確実に、うん、誰かが怪我しても、うん、3番手とかになっちゃうから、うんで、30歳でしょ、はい、今年で、うん、そしたら古賀が25歳、うん内山21歳だから、うん、もうそっちの方に傾いていっちゃうじゃんそうですねだからなかなか苦しいよね、うんはい、正直もうトレードとか現役ドラフトに上げた方が本人のためにはいい、うん、でも試合下が5人しかキャッチャーいないんだよ、はい、ヤクルト、うん、だからそういったところでまあ、難しいよね今年も一応高校生でキャッチャー取りましたね、うんうん、そこがなんか出せるかどうかが、うんでね、だからあの育成で松井、うん、橋本、フェリペって3人もいるあ、本当だ試合下が5人しかいない、はい、でそれで8人で保ってんだよ、うん、なんとか数をねなるほどなるほど、うん、で、1人取ったから9でしょ、はい、だからまあ現役ドラフトとか出してあげてもひょっとしたらいいのかなっていうねところはあるけども、はい、ちょっとなかなか厳しいね、うん、周りの状況から考えるとね、はい、で、続いて川端選手川端ね、うん、川端今年頑張ったよね、うん、はいめっちゃ神様感、うん、出したもんな、ね、だって試合数は80試合ですけど3割1分9厘です、うん、やっぱ神様やったな、はい、まあ去年がね、はい、ちょっとあんまり振るわなくて1割7分5厘だったから、うん、このまま落ちていっちゃうと、うんまあ、年齢もね年齢のだけに36歳でしょ、うん、だから来年37歳だから、はい、年齢も年齢だけでここからあんまり下がりすぎていっちゃうと、うん、このままっていうね、うん、ところもあるけど、はい、やっぱ神様だったわやっぱ代打で出てきて、うん、やっぱ川端すごいみたいなところはね、うん、なんかありますよねあとやっぱ去年やっぱ体調悪かったのかな怪我とかひょっとしたらね、うんそういった意味でも、はい、こう続けば危ないよと思ってたけど、うん、でも神様だった、はいうん、で今だからもう今じゃどこにいますか今今、はい、これはもう弁定だねおもう確立されてるから、はい、代打っていう、はい、だからもう別宅で
え、じゃあ、 あれですか、石山投手、石川投手とかとのシェアハウスとはまた別ですか？シェアハウスのビップルーム。ビップルーム、うん、もういる、はい、シェアハウスのビップルーム、はい、もうその枠のビップルーム、神様だから。はい、そうですね、うん、だからやっぱこれはさすがやな、まだまだ衰えてないってことだからね。そうですね、やっぱ出てきて結果出しますね。いらぬ心配だったね、うん、正直ね、はい、で続いて西浦、はい、西浦は、はい、もう崖落ちたんだけど、うん、落ちたところが、はい、受け皿あって、はい、DeNA にトレード、はい、ところで、うん、DeNA に行ったんだけども、はい、打率1割4分3厘、うん、2軍では2割6、まあ、2軍ではそこそこ打ってんだよね。2割6分1厘か。でも32歳か、はい、ヤクルト崖から落ちて DeNA のところに着いたけど、はい、そこでももう効果ってどうなってる？DeNA もそうですね、うんうん、渡来来てるからね。そうですね、渡来もし内野守ったら、うん、終わりだからね。はい、内野の練習してるんですもんね、うん、しかも森もね、うん、今年怪我だったからね、はい、来年また復活してきたらっていうところもあるし、うん、はい、ちょっと苦しいね。だから、うん、ヤクルトは、まあ、石山と川端がシェアハウス、はい、ベテランのそっちに移動してね。中村さんは赤羽、赤羽花久保、ね、うん、ちょっとこのやっぱ若いところがぐっと出てくるんじゃないかなっていう、うんうんうん、ね、思ったんですけど、赤羽は1割7分4厘ホームラン1本、はい、2軍でも1割8分6厘、うん、いやー厳しいね、まあ、ここら辺だから赤羽、沢井、あと北村、うん、そうちょっとここら辺が勝負だね。同じ世代の人たちがね、うん、そうだね、いるんで、でまだちょっとブレイクはしてないで、はい、このフレッシュオールスター MVP 取ったっていうところで、うん、ちょっとこうね、うん、いい活躍があって、うんうん、ぐっと来るんじゃないかっていう期待だったんですが、うん、まあ、まだこれからですね。金久保、はい、いや金久保投手はだいぶ前から期待してるんですけど、うん、今年も今年1試合しか投げてないからね、うん、先発あれ怪我だったんですよね、うん、そうそうそう、ハガマスコープはちょっとあれ曇ってたね、ちょっと曇ってましたね、ヤクルトはね、今年はね、うん、ちょっと、はい、うん、戸田がよく見えてたんじゃん、戸田戸田がちょっと霧だったそうですかね、うん、はい、まあ、というところだね、はい、本2チームで言うとね、うんうん、まあでもチャンスあるからね、うん、まだね、はい、ドラゴンズも含めてね、うん、まあ、どうなるかっていうところだね。そう、もうだってこうなってても一気にね、タワーマイク人もいるわけですから。そうそう、全然いる全然いる、うん、どうなるかなっては全然わからないですよね、うん、まあ引き続きね、はい、頑張っていきましょう。はい、まあ、楽天はね、うん、マー君、早川、高田、はい、野手が西川、田中和樹、和田れ、はい、で佐々木コメント、うん、マー君は今年ふざけたらできないと持ち場がどんどんなくなる、うん、前回のヤクルト編を受け、うん、マー君はやっぱベテランの別室シェアハウス行ってないですか？シェアハウスは、うん、あのベテランの域だから、はい、最前線で活躍しないから。あ、そっか、そうか、まだマー君は最前線のところですもんね。そう、最前線のところだから、だからシェアハウス行くんだったらもう6番手ぐらいになるから、ね、はい、あ、なるほど。あ、じゃあでもまだ行けない、全然行かない。それでいいですか？ダメですダメですでも今年7勝11敗、はい、防御率 4.91、 いやー、これはもうどんどん減っちゃうんじゃない？持ち場が、まあ、7勝11敗、まあ、去年もね、うん、9勝12敗、うん、で日本帰ってきた2021年の時も4勝9敗だから、うん、いやもう3年連続10勝してないのよ、はい、で逆に言うと2年連続2桁敗戦してるわけよ、うん、でそれがまだ1年目2年目は防御率3点台前半だったから、うん、まあ、ちょっと援護かねっていうところもあったんだけど、今年は防御率が 4.91 だから、うん、正直もう言い訳できないっていう。で、あの投球回も3年目で一番少ないからね。ああ、そうなんだ。試合数は帰ってきて21年が23試合先発、うん、で22年が25試合、はい、で今年24試合だから、うん、ほぼほぼ一緒じゃん、はい、ほぼほぼ一緒なのに、あの投球回が 155.2 イニング、うん、163イニング、139.1 イニングってもう20イニングぐらい減ってるから、うん、っていうことは1試合平均約1イニング減ってるわけよ、うん、っていうことはもう長い回も投げれてないから、うん、長い回も投げれてなくてってなるとまたきついよね。で、奪三振がまた一気に下がってる、はい、126、126だったのに81になってるから。あ、そうなんだ。45個も減ってるから、はい、っていうことは、うん、1試合平均約2個減ってるんだよ、はい、フォアボールの数も、うん、まあ、四死球43個と、うん、そこも10個上がってるんだよ、うん、
去年より、はい、だからフォアボールの数も増えてるから、うん、なかなか被打率も 2.89 と、はい、1年目は2割2分8厘、うん、去年2割5分8厘で今年2割8分9厘でウィップも 1.39 だから全部の成績が軒並み悪くなってるから、うん、去年よりだから良くなったところっていうのがなかなかないわけですね、うん、っていうか何もない、うん、はい、正直、うん、今年35歳だから、はい、来年36歳でしょ、うん、だからマー君が、ま、来年も楽天を占うんだったらマー君が水曜日とかに投げてんだったら俺はまだ強いんちゃうかと思う。水木、はい、2カード目、うん、3カード目ぐらい、うん、これがまた火曜とか行くんだったら、はい、うん、まあきついんちゃうかと思うんで正直。まだマー君をエースとしてこう一番チームの柱として考えてるってなると、うん、まあ、若手の付き合いがないっていうところもあるし、うん、まずそこをマー君に頼らなきゃいけなかったら、うん、相手のその防御率も悪くなってきてるから、はい、ある程度点取られるのを想定して投げさせなきゃいけないじゃん、うん、で相手のエースクラスが来たら、うん、点取れなかったらマー君の負けが増えていくだけだから、うん、マー君の成績にも直結しないし、はい、チームの試合、ね、勝負にも直結しないし、うん、でそれより以下が今のマークの力よりも落ちたやつがなってくると、うん、チームの総力が上がらないじゃん、はい、だから来年のローテ注目だね、うん、マークが本当水木とか投げてたら、はい、おって思う。 あとはマークの成績もひょっとしたらもうちょっと上がるかもしれない、はい、あそうですか、相手のレベルが落ちるからね、はい、まあ、そういったところになってきてんだっていうね、うん、そうですね、うん、まあ、でもちょっと若手もこう伸び悩みはありつつも出てきてはいますからね。先発庄司とかでも日曜日とかだけでしょどうせ。はい、そうです。だから誰が火曜日行くねんって話だよ。岸とかになったら話です、ね、いやもう危ないよ。そうですね、うん、確かにもっとベテランでした、うん、で開幕誰行くねんって話だから。そうですね、うん、でも一番勝ったの岸投手なんですよね今年ね。だ開幕が結局岸とか乗り物なんでしょ。ちょっとベテランです、みんなベテラン。下手したら岸乗り物で金土だからね、はい、日曜日正直ぐらいとか早川とか、はい、投げさせて、うん、で火曜日早川行きますかっていう、うん、そうですね、うん、そこら辺だね、うん、っていうところでは、はい、まあちょっとなかなか厳しいね正直。このままこうなっていく可能性も十分考えられる。一回ねこう来てほしいなっていうのはね、うんうん、ありますけどね、うんうん、はい、で続いて、うん、早川、はい、まあ、もうちょっとピッとせえよな。6勝7敗だからね、はい、だから隅田ぐらいは最低でも行ってほしかったよね、うん、ちょっと正直ね、シーズン途中抜けましたからね。17試合先発、はい、6勝7敗、うん、3.44 防御率、うん、被打率2割7分はちょっと高すぎるよな。やっぱ今年も左に打たれてるからね、はい、2割9分2厘と。左対策をもうちょっとしないと。しかも左対左なのに三振全く取れてないからね、うん、右に比べると、はい、そういったところも。でフォアボールも多いね対左に、はい、だからもうよっぽど左投げにくいんやろな。あとは投球の割合が偏るんだろうね、はい、ああそうなんですね。だ多分三振取るとあんまないんだよ、うん、結局はインコースのストレートを見逃し三振取るか、うん、外に流れるスライダーを取るしかないけど、右だったらインコースズバもあるし外まっすぐもあるし、あとチェンジアップがあるから生きるんだけども、うん、結局左に対しての多分必殺技がないんだよ、うん、結局はね、はい、でそうなった時に苦しいっていうのが多分この数字に表れてるところだと思うんだよね、はい、だからそこら辺をどういう風にするかだね、うん、まあ、これぐらいしか望んでないんだったら俺はいいんだけど、早川にもうちょっと頑張んないと本当水曜木曜投げるピッチャーになってるから、うん、正直 ね、だから早川とかが本当火曜日とかに投げれるようになっていかないと、うん、なかなか厳しいよね。そうですね、崖継続だね、はい、正直ね、うん、ちょっといいピッチャー出たらすぐ使われなくなるよ下手したら、まあ、今年コジャ君とか入りますからね、うんうん、で続いて高田、はい、1軍では7試合登板 1.86、はい、夏場ですね、うん、出てきて、うん、45試合怪我、いや怪我じゃなかったと思うんですけど、あんま投げてないよね。そうですね、2軍でも去年投手三冠2軍で取ってるのに、はい、まあ、チーム事情もあるだろうけど、なんで今年リリーフやってんだろうね、うん、もう先発で投げた時にあまりこう良くなかったイメージなんですよね。いやでも去年三冠してんだよ、うん、そうですね、それでだったら今年先発で行こうってなるじゃんな。だ2軍でも先発で1回も投げてないから、うん、しかも先発終わるのにな、謎やな、うん、はい、リリーフになってるっていうのが、もともとは先発やってましたからね、うんうん、だって二軍で投手三冠だったピッチャーが、はい、次の年ファームでも1試合も先発せえへんって聞いたことないよな、うん、そこら辺が謎やな、ちょっと、はい、ちょっと私も継続だね、私もちょっと探ります、うん、西川、はい、西川春樹、はい、戦力外だよな、なりました、はい、まあまあ仕方ないね、うん、そこはね、まあそのノンテンダーで来てね
上半期はめっちゃ良かったけど、すごかったですけどね、あの勢い終盤のちょっと失速がね、ちょっと否めなかったけど、今年も2割1割8分1厘、はい、まだ31歳だからね、37歳ぐらいの雰囲気出てるよな。でも2軍では3割6分5厘だよ、2軍ではめっちゃ打ってんだよね、はい、まあでも外野も小郷が出てきたから、で島内って辰巳もいるから、まあ、守るとこないっちゃ守るとこないんだよね、はい、外野もちょっと渋滞してるんですよね、もう正直ね、うん、岡島選手もいるし、渡辺義明選手とかね、だからまあどこに移籍するかだね、はい、これはね、なかなかちょっと厳しいね、一軍ではこれじゃね、はい、で続いて田中和樹、はい、田中和樹もなかなかこうスタメンはつかめないんですよね、もうこうなってんな、はあ、ですか、いやでも小郷が出てきたからな、まあ来年どうなるか分かんないけども、はい、ね、ゼロ割8分8厘じゃなかなか厳しいよな、そうですね、正直ね、やっぱダイソーとかそういうところで出てたんで、でも完全にドラゴンとかの加藤翔平枠になってるよね、あそうですね、後藤俊太とかね、うん、まあ、崖も高校感じだね、はい、正直ね、うん、で続いて渡辺選手、うん、うわちょっと戦力外になりました、まあまあね、はい、2軍では打ってんだけどね、そうなんですよ、2軍では打てんのに1軍でなんで打てないか聞きたいよね、うん、何が違うみたいな、もう見え方違うんかなみたいな、はい、その球のね、うん、でもそうなってくるとなかなか厳しいからね、うん、そのまま引退するのかどっか移籍するのかだね、はい、うん、正直ね、そうですね、うん、はい、だから楽天は比較的全体的にちょっと前進した人があんまりいなかった、まあ、早川ぐらいだね、うん、正直ね、はい、あとはちょっとなかなか厳しかったね、うん、墓場さん、藤平、唐島、はい、堀内、黒川この辺に出てきてほしいっていう、おうおう、優勝には唐島の10勝が必要って言ってて、はい、唐島なんでしょ、一勝です、あ、それで優勝できるんだ、はい、うん、柏投手がここで途中から出てきて救世主10勝ってなってたら、うん、優勝しますよきっと、1勝5敗やもんな、なんですよ、明らかの2勝4敗みたかったけど、うん、そうですね、フリーラ最後良かったよ、うん、そうそう最後ね、うん、うん、ね、ちょっと来年期待っていう感じですね、うん、堀内くんが全然出てこないんだよ、でも来年はもう隅田にいなくなったから来年は1軍に来るかも分かんないよ、うん、そうですね出てきてほしいんですけど、うん、本当、まあ、というところがね、はい、楽天でね、あと黒川選手もね、続いて巨人、高橋、うん、高橋優希投手、うん、やっぱこう安定感、あのチェンジアップがやっぱりルーキーの時は良かったけど今投げてみなきゃ分かんないからね、うん、多分あれが課題だよね、今年は2軍では6勝2敗だからね、うん、チェンジアップやな、あれの精度が戻らない限りきついよね、うん、はい、高橋、はい、ね、左かな、うん、なかなかいないからね、そういったところでチャンスあるんだけどね、うん、まあ崖一歩後退、はい、で続いて中川、はい、まあ、怪我から復活してよかったよな、うん、44試合登板で 2.08 17ホールド14セーブだからね、はい、まあ、大勢がいなくなってからね、うん、守護神っていうところになったけどやっぱ前に行った方がもっと安定すると思うけどね、うん、だから大勢が帰ってきて中川大勢つなげたからね、うん、めっちゃいいような、中川投手はもう崖なんかじゃないじゃないですか、そうそうそう、うん、もう普通に一軒家、一軒家、ターンマンとか一軒家、もう一軒家、多分あの引退したらコーチ、はい、多分、はい、高橋と中川がチームの崖を支えているっていう、うん、ここが頑張ったら、うん、だからこう両輪が活躍しなかったから、はい、まあね、B クラスっていうところにね、うん、落ちちゃったっていうのはあるけども、はい、あと広岡、うん、崖だったけど、はい、落ちたらあの魔法の絨毯で、はい、オリックス通り飛んでいって、ね、日本シリーズスタメン出てたね、出てましたねしかも超いいとこで打ってたから、はい、これあれやな、ワンルームマンション引っ越した、おー、うん、ワンルームマンション、え、一人暮らし用のマンションとかですか、そうだね、うん、いやってね、まあ引っ越し、まあ、成績自体は正直、うん、いいもの一つもないけど、はい、やっぱ日本シリーズでスタメンだから、うん、これは、ね、うん、大きいよな、うん、しかもいいところでもヒットとかも打ったしな、はい、勝負強いっていうところでは、うん、ね、はい、で続いて梶谷選手、やっぱこのね、ベテラン勢に頼ってんのがきついよな、ジャイアンツは、うん、梶谷2割7分5厘ホームラン2本、うん、102試合っていうね、ところでも、はい、まあ代打とかもあったしね、うん、でもスタメンで出てる日もね結構ありましたからね、うん、でもここら辺がずっと出てるようじゃ巨人弱いな、はい、うん、正直ね、こういう梶谷とかやっぱ乗り越えていかなきゃいけないよね、うん、若い選手たちはね、はい、でもどうですか、その崖っぷちっていうところで梶谷選手、シェアハウス、シェアハウス、あ、移動しました、うん、シェアハウス、ベテランシェアハウス行きですはい、そうですか、下手したら引退後コーチです、はい、はい、そのまま、はい、あの管理役です、はい、シェアハウスの、じゃあ崖からシェアハウスに行ったと、そうだね、もうシェアハウスワークだね、はい、
会社員も、うん、今年頑張れたからね、はい、このまま頑張ってなかったらもうあの消えていってるのかも分かんないけど、ね、まあ、今年の頑張りだから大きかったってことですね。そう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 、うん、で続いて、はい、松原12打数0安打1軍で2軍で2割3分クリーン、はい、もう片手じゃ、うん、片手、うん、そうですね。なんだけ活躍した年だったんですけどね。でも取ってくるから使われなくなるからな、うんうん、そモチベーションにも影響するよな。あ、そうですね、うん、これはもうちょっと島を変わった方がいいような気もするけどね、正直ね、はい、もう松原片手、まあ、でもまたこっからなんかこう絨毯とか飛んでくるかもしれないですね。十分ある十分あるですよね、うん、で、うん、落ちたと思ったら下にね陸がある可能性もあるからね、はい、うん、か違う島がね、うん、そうかもしれないですし。で袴田さんは、はい、赤星オコエ、うん、赤星投手今年前半パッとしなかったけど終盤、うん、めっちゃ良かったよな、はい、だからやっぱあれじゃん体力ないんちゃうか、あ、そう結局は、うん、だからいやフレッシュな状態ではめちゃくちゃいい球投げれるけど、うん、はい、これやっぱ体力削られてくると、うん、これっていう球があるわけじゃないから、うん、やっぱ質のいい球をどんどん投げていかなきゃいけないときに、うん、体力が削られて質がいい球投げれなくなって、はい、結果的にはこれっていう球ないから打ちやすい球になっちゃうっていうところがあるから、うん、はい、もうちょっと全体的な投げる体力を向上した方がいいよね、うん、正直。そうですか、うん、でもまあ今年ブレイクしそうっていう意味ではちょっとこう当てはまったかなっていうところですかね。そうそう、うん、だから来年だね、来年ブレイクするかもわかんない、来年さらに期待です。そうそうそう、まあ多分開幕うまくいけばローテーションにはね、はい、入ってくると思うからね、入るんじゃないですかね、うん、おこえ、はい、なんか塚谷そこそこできそうな気もするけど、うん、41試合2割3分5厘です。どうなん、まあ、だから梶谷とか出ないでおこえが出るようになってくるともっとなんかね、うん、フレッシュになってくる可能性あるけども、ね、まあだから継続だね、継続、はい、うん、このちょっと様子見て、でもまあ巨人でよかったよね、巨人いた方が出てますからね、うん、そこら辺の光はね、はい、あの見えてきたかなっていうね、うん、ところはあるんでね、はい、そういったところではまあ岡部選手も来年に継続だね、私はね、うん、その袴田スコープで期待する選手に挙げてるんで、うんうん、でも心配なのはもう松原だね。そうですね、松原、高橋、ゆきこの二人だね、うん、でもどうなるのかね、はい、まあ、ひょっとしたらオフに動きがあるかもわかんないからね、うん、そういったところはまたね見ていきましょう、うん、広島ソフトバンクへ、はい、ソフトバンク、うん、ね、高橋純平、高橋嶺、うん、海の久喜、上林、リチャードということで、はい、まあ、ミネウェイ FA 取るということは海野と久喜は期待されてないっていう、だから頑張んないともう持ち場なくなりますよっていうね、はい、ところを言ってましたけど、ソフトバンクね、はい、うん、高橋純平、うん、戦力が、はい、26歳、まあ、まだね、次のチームに行く機会もあるかもわからないんでね、はい、ありそうですね、うん、まあ、なかなかソフトバンクじゃ厳しかったね、はい、で、高橋嶺、はい、トレードです、トレード、うん、巨人、うん、ね、まあ、だから、牧田がさ、はい、コーチに入って、はい、SNS 上とファンの人では、うん、こ、高橋嶺のための牧田コーチなんやってめっちゃ騒いでたら、はい、高橋嶺トレードされて、はい、あ、そうじゃなかったんやみたいなね、はい、ところになるけども、うん、俺だからアンダースローのピッチャーの人ってどうやって教えるのか俺めっちゃ興味あるよね。ああ、そうですね、だってやってる人がいなかったらね、うん、コーチとかオーバースローの人とか、うん、感覚違いますもんね、だって右投げと左投げでも感覚違うっていうのに、うん、だから俺はもう俊介とかに言ってたのよ、はい、ピッチングコーチ絶対無理やから、うん、体力的な、はい、そういうコーチとかでも勉強した方がいいんちゃうか、ちょっと。そしたらそういうのみんな一緒じゃん、うん、先発するのには、はい、リリーフするには長いイニング投げるにはとかやって勉強して、うん、その体力向上の、うん、そしたら今のコンディショニングコーチとかはさ、うん、元プロでの人って少ないじゃん、うん、ほぼほぼ、うん、だから選手の気持ちも分かるし選手の野球の技術もあるし、はい、そういうメディカル的なコンディショニングの知識もあれば、うん、もう最強やん。そうですね、うん、じゃあ渡辺俊介さんは教わってなかったんですか人に、うん、だから俺が教えるだけだよ。あ、こうなってるぞとか、うん、こんなとこうした方がいいよ、うん、あ、じゃあキャッチャーとのコミュニケーションで、だって教えれる人いないじゃん、うん、そうです、ね、教えれる人だから牧田とか、うん、俊ちゃんの一番大変なところは、はい、教えてくれる人もいないから、うん、そんなガンガンオーバースローの人に言われても分からん、うん、はい、えってなるやん、自分でもうね改善していくとか、うん、そう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 、本当キャッチャーとコミュニケーション取ってって感じなんですね、うん、そう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 ってやっていくしかないから、うん、はい、大変だと思うのよ、うん、正直ね、はい、でもなんかアメリカとかカナダとかには、うん、アンダースロー専属コーチいるらしい。へえ、そう、しゅんちゃんが言うには、はい、サイドスロー専属とか、うん、はもうその専門の人が教える。へえ、いるんですね。正直そういうんだったらいいけどね、うん、だどういうことをやっていくか興味あるけどね、はい、でも高橋嶺のためのコーチじゃなかった、うん、あ、そうですね、そうです、うん、はい、
でもね、2軍だと7勝1敗で 1.24 なのよ、うん、高橋で、はい、今年も21試合登板14試合先発して、うん、ね、まあ、リリーフでも、7試合ぐらい投げてるけど、でも1軍じゃ結果出ずっていうところで、うん、これはもうとりあえず良かったよね、うん、正直ね、まあ、環境変えて、うんうん、ね、ぐわっていく可能性も十分にあるしね、はい、うん、でもまあジャイアンツ行ったジャイアンツ行ってもソフトバンクと環境ほぼ変わんないからね、正直チーム構成としては似てますもんね、もうほぼ一緒、そうですね、うん、だからもう崖引き続き、はい、正直ね、うんうん、でキャッチャー、はい、海野、はい、ね、うん、一軍じゃ8試合出場、うん、2打席、二軍でも2割1分2人やからな、二軍でも全然打ってないからね、うん、正直ね、なかなか使いづらいよね、はい、継続継続、はい、継続、うん、で続いて久喜選手は戦力化、はい、っていうところでね、うん、今年1軍未出場でしたね、うん、2軍でも2割2分2厘っていうね、はい、ところで、うん、まあなかなかちょっと苦しかったね、はい、お父さん徳島だからね、池田だからね、池高から、へ、多分池田からパナソニック行って、うん、でそっちで生活拠点にしてるから、うん、あ、大阪出身だから、へ、お父さん徳島出身だからね、久喜水軍のあれなんだよね、久喜、うん、水軍の末裔だから、へー、だからあれ戦国時代の、そう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 、そう、だから いわゆる海賊ですよね、うん、うん、まあ、海賊って言ったらあのなんかね、暴力的なイメージありますよ、でもあれ海賊ではないですよって本人言ってる、え、そうなんですか、 だから、うん、海運の、あの治安を守る人たちなんですよね、お母さんの秋子さんによると戦国安土桃屋時代に伊勢志摩、うん、現在の和歌山で活躍していた久喜水軍が、うん、姓のルーツらしいと、うん、鳥羽城の築城と、鉄鋼船、建造でおなじみ、うん、水軍武将の久喜義高第8代目当主らの末裔にあたるが海賊ではないですよと笑う、うん、野球は9人でする上に9月生まれの久喜は個性的な名字を気に入っているってこと、なんかこう通称海賊悪い人たちじゃなくてこう治安を守る人たちみたいなイメージでした、うん、っていうの末裔ってことですね、そうそうそう、プチ情報でした、そうそうそう、で続いて、はい、上林戦力化、うーん、いやでもこれ行き先あるんじゃないですか、行き先変わっても崖っぷちは続くだね、うん、正直まあ今年もチャンスはもらってるからね、うん、99打席だからまあ約100打席、うん、56試合、うん、っていうところでね、1割8分5厘だから、うん、まあ、なかなか厳しいよね、これ、ね、はもう何回も言ってるけど野球はもう打つことだけが大事だから、うん、で、続いてリチャード2軍では打つんやけどね、うん、2割2分5厘ですね、ホームラン打つやろ、ホームランだって、あ、まあ、そうか、2打点だもんね、うん、ホームランだ打点王っていうね、19本、うん、56打点、うん、まず低めの変化球を見逃せるようになんないときつい、多分俺がキャッチャーだったらもうフォークとかチェンジアップとか、うん、あのスライダーの低めのボール投げとけっていうよ、振るからっていう、あと高めのストレートのボール球、うん、で迷い出したらインコースドン詰まりするから、うん、だから俺データ何も持ってなくて見てるだけで攻略法上がるからそれはきついと思う正直、だからそこら辺がもうちょっとやっていかないと、本当当たれば飛ぶけどって言って当たらんからな、うん、ね、パワーはあるって先生いつも言ってましたもんね、うん、なんもこの状態だな、あ、もうそこまで来てます、あの元気だったら出るとこないねん、でキャッチャー甲斐、サード栗原、はい、ショート今宮、うん、セカンド三森でファースト中村晃、はい、でウォーカーが来たから DH 絶対ウォーカーが入るわけ、うん、はい、でウォーカーが DH に入るってことは柳田と近藤は絶対守らなきゃいけないから、うん、レフト近藤、センター牧原、ライト柳田って言ったらもう埋まっちゃうのよ、まあ、そうですね、で DH ウォーカー、はい、でひょっとしたら外国人もどっか取ってくるかも分かんないし、うん、ってなってくると誰か怪我しないとリチャードの出る幕が全く、今年本当チャンスだったよ、うん、あんだけ使ってくれて、はい、スタメンでも、うん、ね、まあ、22試合出場だけどほぼ全スタメンで使ってくれてるから、はい、そういったところで打率1割1分5厘は、うん、ちょっと苦しいな、ちょっと掴みきれなかったっ、ね、正直だからこの感じ、うん、そうで栗原選手いなかったですからね、そうそう、うん、怪我してね、だからサードもなかなかいない中で、うん、っていうね、はい、2軍でどんだけ打つとかも正直全く意味ないからね、はい、危ないね、うん、ちょっと前進した方があんまりいなかったですね、あんまりじゃない、ゼロいなかったですねなかなか厳しいな、うん、頑張っていかないとね、厳しい環境でもありますからね、うん、ほぼほぼもうチャンスなくなるんちゃうかっていうね、うん、でも墓場さん、武田翔太、泉武田を2桁で復活してほしいっていう、はい、
でも泉もトレードされた。そうです、トレードでしたね。はい。でも、武田翔太、武田翔太も途中からもうリリーフだもんね。先発2試合しかしてないですね。うん、30歳なのにベテラン感あるよな。ありますね。もうちょっと躍動感欲しいよね。なんかもともとパワーでガーっていうタイプでもなかったですよね。なんかこう制球力悪すぎるから、うん、でも結局投げてるのカーブとカットとかだけだからね、うん、最初から全然制球できへんからな。いやだから苦しいよな。復活してほしいんだよな。ちょうど苦しかったね。はい、うん、続いて広島。はい、中崎、大道、玉村、うん、堂林、中村翔成、はい、堂林と中村は頑張れないと自分の居場所がなくなりますよっていうね、うん、ところで、はい、堂林頑張ったんじゃんね、うん、そうですね、頑張りましたね今年ね、4番も打ってたしな、うん、2割7分3厘、ホームラン、12本、はい、35打点、100試合出場、284打席だから代打とかも結構な、うん、多かったからね、はい、その中では自分の役割を果たして広島の2位、うん、に向けてはいい働きしたんちゃう、はい、32歳、うん、ね、なかなかレギュラーっていうところではね出ることなかったけど、まあ崖はいないね。はい、堂林の行き先も決まってんね。はい、シェアハウス。シェアハウス、そっち行きますか。まだ32歳とかでそっちに行っちゃいます。いやもう持ち場ここちゃう。あ、そうですか。だってスタメンじゃないけど大事に使われるわけですか。まあ、西川の FA によるよ。あ、まだ現時点でちょっと分かんねえからね。そうですね、うん、でもまあちょっとカープの外野もおっさん多いからな、秋山とかな。でもどこ守りますかなるから、うん、正直ね、はい、うん、そこだけなんだよね。守りどこにしますかっていうね、うん、ところになるから、そこをしっかりできないと結構便利屋的な感じになってるからね、うん、今ね。まあでももうシェアハウス、はい、俺は多分もうこういう使われ方ちゃうかっていう、あ、今後も含めて、はい、なんか左の松山、右の堂林みたいな、うん、一気にもうなんかこうずっと二軍暮らしとかじゃなくてこういう感じで、そう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 、ね、もう行くんちゃうかっていう想定、はい、中崎復活したね。復活そうでしたね。うんと防御率 2.34 だからね、はい、35試合登板、うん、1勝0敗ホールドだからっていうところでは、うん、めちゃくちゃいい活躍したんちゃう。はい、でね、まあ、去年28試合投げたけども防御率が悪かったっていうところでは、今年でいうと、まあ、試合数はちょっと減ってるけども全盛期の、ね、ところ辺ぐらいまでには帰りつつあった。まあ持ち場は違うけどね、うん、あの頑張れたんちゃうかっていうところでは、うん、31歳、はい、まあまあ来年に向けてもいい形で頑張れるんちゃうかっていう、ね、去年よりは試合数増えてますからね、うんうん、シェアハウス、シェアハウス、うん、多分もうこういう使われ方、はい、だって9回に栗林と矢崎がいて、はい、で続いてのね、うん、大道、うん、大道も良かったのよ。はい、でボグズ 2.74、うん、で、3勝1敗、うん、48試合登板でリリーフで10ホールド、はい、ね、っていうところでは非常に本人多分一番ちゃう、ね、うん、あの活躍としてはこれリリーフでもいい感じになってきたから、はい、うん、あの大道はあのワンルームマンション、ワンルームマンション、うん、はい、まあ、まだ若いのでこれからどんどん、そう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 、持ち場が上がっていく可能性あるけども、はい、逆に中崎はもうシェアハウスで、はい、今の持ち場でしっかりチームに貢献してくださいよっていうね、はい、大道はまだここから登っていかなきゃいけないから、いや、そうです、まだ24とかなので、うん、でもやっぱりリリーフの方が良かったね。俺はもう先発はあんまり良くないって言って、これ大道と川野は本当にリリーフの方が絶対いいと思う、はい、日本ハムのね川野とともに、うん、でもこれはもう崖から出したね。全然出しですね、はい、で2位躍進に向けてはね、はい、めちゃくちゃいい活躍、ね、うん、したね。で玉村、はい、まあ、左がね、黒原森っていうところが入ってきて、うん、まあ、どうなるのかっていうところで、うん、ね、今年3勝1敗、はい、防御率 4.96、うん、9試合登板9先発クオリティスタート2回、うん、一歩交代一歩交代で、まただって、うん、あの常廣入ってきて、はい、高、うん、左も入ってくるわけでしょ。あ、そうですね。で、まあ、森、うん、黒原が3年目になってくるわけでしょ、うん、しかも多分常廣君とか高君と同級生ぐらいじゃないですか、うん、でも今年が4年目だったんで同じ世代なんですよ、うん、で競争ですね、うん、その辺と、そう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 、うん、で長谷部がサイドスローにしたっていうね、知ってますね、うん、カルタ投手は行きましたね、うん、あ、そっか、精査と、うん、だからちょっとまだ続くね、続きますね、うん、崖続くね、勝負どころはね、ここの勝負もあって、こうあれですね、広島投手層相当熱くなりそうですね、うん、でもこの頭がパッとしないからね、
正直森下、大瀬良、栗がこっちパッとしなかったからね。まあそっか、うん、だから数だけいてもダメだから、この盤石な上がいてんのだからね、ここが、はい、まあ、カチッとしたいところが、うん、優勝に向けて届かなかったところだからね、はい、で続いて、うん、中村翔成、はい、2軍では3人2分3厘打ってんな、うん、結構ね、はい、ホームラン3本、うん、いやもうどうすんやろな、うん、もう枠ないしな、坂倉、相澤でいけるしな、うん、キャッチャーは、はい、オケゼルとも2人でもいいぐらいだもんね、1軍で、ね、まあ、磯村もいてってことでしょ、うん、キャッチャー豊富なイメージですもんね、うん、で外野に行くにしてもな、うん、あの末金が今年良かったから多分来年は使われるんちゃうかっていうところもあるしね、はい、うん、どこで使うんだろうな、そ, うだね、そこだけなんだよね、うん、正直ね、だからそこら辺継続だね、継続、今どの辺ですか、今がうふうかけですよ、人生かけっぷちだから、ほんとだからちゃんとしよう、はい、長村翔成はちゃんとしよう、うん、この一言を言っときたい、はい、うん、ちゃんとしよう、そしたらいけると思う、うん、でもちゃんとしよう、はい、ね、そこ大事ですね、うん、はい、っていうところかな、はい、私はこの遠藤投手と二俣君っていうね、うん、はい、遠藤投手ね、こうもうちょっと出てきてほしい、そうだね、うん、うん、ちょっとね、はい、1勝5敗、うん、これちょっとね、遠藤がね、はい、怪しくなる可能性あるので、はい、斉藤君が良くなってきてるんだよ、あ、去年のドラフト1、はい、この前もね、侍ジャパン、うん、そこで抑えてたし、うん、ひょっとしたら、はい、山下俊平太ぐらい行くかも分かんない、来年、ね、そうですか、そうなってくると遠藤君の入り場所がなくなってくるから、いや、そうなんです、ちょっと危うくなってきますね、うん、で、こんだけ大卒のピッチャーも入ってきたりとかすると、そうそうそう、そこら辺はちょっと遠藤も崖っぷちになってくるよね、うん、これやっぱ期待してされてるうちに結果残して自分の居場所を確保しなかったら、はい、どんどん来るからね、そうですね、で、二俣君、はい、99番、二俣君って育成でキャッチャーで入りましたよね、そうだ、今内野手登録になってね、内野手登録で、まあ、支配下にはなったんですけど、二軍で結構打ってんだよね、はい、2割5分7厘ホームラン5本、だからキャッチャーから内野になったのかな、うん、ね、うん、ちょっと来年に向けてね、はい、ちょっと期待したいと思います、サードがね、はい、ちょっとピッとしたいからね、うん、そういったところではちょっと来年期待したいね、はい、うん、ここ静岡の二方です、うん、っていうところだね、はい、うん、今回のね、うん、だからまあやっぱりチームが上位いってるチームはこの崖っぷちの選手が頑張ってんな、あ、それがありますね、うん、やっぱ広島は中崎、大道ね、うん、まあ、玉村も結果の堂林でしょ、うん、みんな大体育っていくしね、だ交代した選手があんまりいないですね、うん、ソードバンクは逆にね、このなかなか行かなかったところ上行かなかったっていうね、うん、はい、ところもあるね、うん、はい、まあ、引き続きね、うん、あの場所が変わる人もね、うん、場所が続く人も頑張ってもらいたいですね、はい、今日はオリックス DeNA 編です、はい、はい、じゃあまずオリックスから見ていきますか、うん、オリックス山岡吉田、うん、T 岡田山足、うん、山岡はオリックスの優勝の崖っぷち、うん、2桁しないと優勝厳しい、優勝してたしましたね2桁勝ってないけど優勝したわ、全然申請が結構出てきましたからね、その分の、うん、うん、そうそう、うん、あとは山岡のリリーフ良かったよな、良かったですかね、何気にね、うん、うん、そういった意味では、はい、ね、山岡投手、うん、2勝1敗31試合登板、うん、12先発防御率 2.30、だからリリーフで19試合なんだね、うん、でも12先発でクオリティスタートも6回してたね、なかなか先発で勝ち星恵まれなかったんですよね、そうだね、うん、うん、そういった意味ではどうなんだろうね、うん、来年ね、山本がポスティングでいなくなって戻るのかな、先発どうでしょう、ね、まあ、でも最初戻してチャレンジさせて、うん、まあ、まだ何かあったらリリーフでもっていうのは使いやすいよね、リーフでってなっても6回とか5回のポジションだからね、うん、はい、もしくは同点で7、8みたいな、だって後ろはもう何もなかった宇田川、うん、山崎総一郎、うん、もう平野でしょ、うん、平野の後側も欲しいけどね、そうですね、うん、そんなもう連投もできんしね、うん、でも山崎幸也投手の FA どうなるんですかね、どうじゃないですか、うん、そしたらまた一枠空く来ますしね、だそこに多分今年投げてない外谷とか、あ、向の木とも、向の木も投げるから、るそこら辺がね、うん、どうなるかっていう、1戦は絶対サイキックが来るからね、うん、勝手に言ってるだけだそう希望やろ、希望すてあれ千賀クラスでしたっけ、千賀クラス、いいだ、いい希望やろ、まあでも育成カズマ投手とかも出てきますからね、そうです、うん、オリックスはすごいですよね、まあまあでももう役割分担できたからな、うん、1LDK です、はい、うん、
ワイルで行け。マンションね。はい、うん、それタワマンのワイルでいいですか。いやいや、一人暮らし10階建て。10階建てマンションの、まだだってどうなるか持ち分かちょどうなるか分かんないんだもん。で、続いてが吉田亮、はい、ね、戦力外っていうね、あの V1 の時のね、スライダー投げときは抑えれるっていうね。でももうバレちゃったら抑えれないからね。あの時の活躍すごかったですけどね、フル回転でね。でも2軍では防御率 1.95 だからね、2軍では抑えてんだね。そうか、吉田投手戦力外かってちょっと思いましたね。26歳、まだでもワンチャンあるからね、正直。行き先ありそうな気がします。ジャイアンツが取ればいいんちゃうね、リリーフばっかり、はい、俺でもあれもどうかと思うけどな正直、取るのはいいことだと思うんだよ、戦力をね、はい、もうちょっと育てよ自分たちの選手でも、まあ、赤星投手とか山崎投手とか育ってきましたから。そう、前だから、そう、後ろだから、後ろリリーフの話だから。リリーフの方か、リリーフの話だから。そこもうちょっと育てよ本当、はい、まあ、まあ、でもワンチャンあるんちゃう。大木戦って育成でも取っていいと思うよ、安く、でよかったら試合下にして一軍上げるっていうところで、はい、まあでも引き続きどっかに移っても崖は続くね。はい、うん、そうですね。いいよ、岡田。はい、もうこんな感じなのかな。シェアハウス、シェアハウスもうこんな感じなのかな。もうこんな感じや、はい、もうこんな感じでしょ。いきなりこの動画見てシェアハウスってどういうことか分かんない人多そうですよね。もう最初から見てもうそうですね、もうシェアハウス、ヤクルト編ぐらいからシェアハウス使い始めたんで。そうだね、その辺で見ていただいてね。シェアハウスいいよな、うん、使い方として、はい、シェアハウスやな、はい、もう多分こういう使い方や、うん、もうこれ以上でもないしこれ以下にもなんない、はい、正直、うん、だこんな感じやな、うん、だもうそのレギュラーでバンバンっていうもう立ち位置じゃなくなったね、はい、正直。まあそうですね、うん、35歳、うん、来年36か。だからもう崖っぷち選手とかにも上がることない、うん、シェアハウスに行く選手は上がることないよ、はい、もう、うん、シェアハウス、シェアハウス、うん、36歳、ベテランのシェアハウス、うん、はい、続いて山足、はい、山橋くんね、二軍ではそこそこ打つんだけどね。まあ評価の一つとして言えることがあるとすれば、はい、すごい言い方悪いけど特徴ない。足がめちゃくちゃ速いわけでもなければ守備がめちゃくちゃうまいわけでもないし、はい、じゃあめちゃくちゃ打つかっていうとめちゃくちゃ打つわけでもないし、はい、めちゃくちゃパワーあるかっていうとめちゃくちゃパワーあるわけでもないから、普通。どっか引いてないとっていうところは。いや、普通だったらアベレージもうちょっと上げていかないと。まあそう、確かに打率上げたいですよね。普通の選手っていっぱいいるのよ、うん、でもそういう選手が使われるのってアベレージ高いから。はい、だからどっちかっていうと、だって牧も普通だからね、DeNA の、うん、あ、まあそっか。走るも大した速いわけでもないし、うん、守備がめちゃくちゃうまいわけでもないけど、はい、打つ、うん、だからそこの、だから、うん、打つのが一番重要だから、うん、足も特に速くないし、うん、守備もそんなに上手くなかったら、うん、打てなきゃ終わりだからね。でも牧選手の場合だから特徴ないっても打てる選手ですもんね。そうそう、うん、だから結局は打つことしないと、はい、他が特徴なかったら、うん、あの試合出れないから。そうですね、正直逆に言うと前にやった後藤俊太とか、うん、加藤翔平とかは打てないけど、うん、まあ、足もあるし守備いいから、うん、はい、結局は守備固めとかで一軍に置いてくれるけど、うん、山橋とかは足もないし守備もまあめちゃくちゃ別にうまいわけでもないから、うん、そういった意味では置いてくれないのよ。そうですね、打てないといけないのか、うんうん、だからそういった意味では本当特徴ないから、うん、もうちょっと打っていかないと、はい、2歩交代、いやもうこれぐらいにいると思うよ。わー、なんか必要で、しかも今年30歳だから、はい、来年31だから、うん、もうなかなかちょっと危なくなってくるよね、はい、正直ね、うん、はい、で、袴田さんのネクスター、はい、もうブレイク予想っていうところで、うん、ネクストスターね、はい、まあ、木田選手と、うん、まあ、紅林選手は、まあ、去年も活躍してましたけど、今年もっとこうグッともうチームの主軸になっていくだろうというところ。で4年目でね、打率が安定したよね、うん、安定しました、うん、2割7分5厘っていうね、うん、これまではね、長嶋監督も我慢してね、うん、21年は2割2分8厘、22年は2割2分4厘と、はい、なかなか打てなくてもね、我慢して使ってきたけども、今年は打率2割7分5厘、はい、ね、試合数はどんどんちょっとずつ落ちてきてるけど、まあ、227試合しっかり出てるっていうところもあるし、うん、ね、ホームランも8本、はい、だから安定的にね、ホームランもそこら打ってるしね、うん、でエラーも6、エラーが6個になったのが素晴らしいよね、はい、正直17、11とね、うん、なってるところ6個で、これはもう成長してきてね、うん、まあ、中島監督の我慢とね、はい、本人の頑張りっていうところがあってね、うん、いい形だったよね。ちょっと出遅れたんですよね、今年。そうそうそう、うん、調子上がらなくてね、はい、あれもまたいい葉っぱかけたよな、ね、野口が開幕スタメンで、ね、そうでしたね、まあ、これもじゃ使わへんぞみたいなね、はい、うん、あそこら辺のなんかアメとムチもうまかったよね、うんうん、まあ今年ブレイクです、うん、はい、で来た、もうちょっと来てほしいんですけど、
茶のにも負けたから。だって私はネクスト吉田って言ってましたから、うん、まあ一瞬時それもね、はい、してるっていうのもあって、まあでもまあまだまだこっからだからね、はい、若いですからね、どこまで結果残せるかっていうところで、はい、まだまだだからね、はい、また来年に期待したいと思います、うん、そうだね、はい、で次 DeNA、 DeNA 坂本ね、平、はい、京田、柴田、田中俊太、キャンプ関係者によると、うん、石川達也の評価が高いっていう、うん、28試合登板、ボグス 1.97、3年目、うん、で法政大学から、はい、育成1位から育成1位から、うん、で2軍でも防御率 0.9、うん、0.69、 やっぱ関係者すごいね。そうですね、うん、うん、やっぱ関係者の情報は、うん、やっぱこう邪険できないね、はい、でもこれあの崖っぷち選手言ってる中で、うん、なんでいきなりキャンプで石川達也選手の評価高いっていうコメント出てきたんですかね。やっぱ言いたかったんやろな佐藤さんが出てきて言いたかったんだからね、 DeNA ファンの人、はい、もう正直、うん、もう半年前だから、はい、何言ったか忘れてる。そうそうそう、あのこの動画あります、うん、石川達也ファンの皆さん、はい、もう一回見返してください、はい、いいことを言ってるかも分からない。そうですね、うん、言ってるか残ってるんですよ記録に、うん、しかもきっちり結果残してるからね、うん、素晴らしいよね、はい、そういった意味はね、うん、なんで言ったんだろうなここで。で坂本ね、はい、26歳、うん、13試合登板、先発2回、 5.76、 ハーブでは 1.80 抑えてんのにな、うん、そうですね、先発何が足りへんのやろな、うん、正直ね、2歩交代だって DeNA の先発じゃリリーフ、うん、左もそんなおらんもんね、エスコバーだけだよな、まあそこに石川が入ってくれた、うんうん、石川に負けてきてるよなこれ完全に、うん、ね、そうですね、リリーフはね、だから先発に、まあ、来年今なんかいなくなるからね、うん、でバウアーの去就も、まあ、ここからまあどうなるかまだ今、ね、現状は分かんないから、うん、はい、まあ、でももう これだね、これですか、正直、うん、正直ね、うん、平頑張ったよね、はい、復活だね、うん、復活しましたね今年ね、うん、まあ、成績自体は4勝4敗だけど、ボグス 3.49、 11試合先発、はい、クオリティスタート5回っていうね、うん、ところで、まあ、怪我もあったから ね、うん、ね、その怪我から乗り越えてね、うん、もう来年さらに期待だねこれはね、はい、投げてもいい球投げてたからね、うん、そういった意味では初めての2桁勝利頑張って勝ってもらいたいよね、うん、これはもうあれだ、うん、ワンルームマンション、お、うん、お、いい復活を遂げました、うん、で続いて、はい、京田2割2分7厘、うん、やっぱ打たへんねんな、うん、まあ、森が怪我したから出番が増えたところもあったよね、ラッキーだったよね、うん、京田にとったらチャンスもあったし、うん、この打撃成績だったらドラゴンついた時と一緒やもんな、うん、正直、はい、だそこだね、継続継続一歩交代交代しました、うん、で森が出てきた時にどうなるかだから、まあ、そうですね、林もいますから、ああそうだね、林もいる、うん、ルーキーのね、うんうん、そういった意味ではちょっとなかなか苦しくなってくるよね、うん、はい、うん、で続いて柴田はい、いやこうやな、うん、危ないやろこれは、もう打たへんからな、うん、ここら辺だよね、うん、まあでも関根みたいなことあるからね、うん、そうですね、来年9年目、うん、だけども関根みたいにね、いきなりね、うん、ちなみに、まあ、オープン戦から絶好調で掴むってこともなくはないですからね、うん、関根10年目でね、うん、掴んだから、はい、まあ、その柴田も京田もね、そういうことがありえるからね、うん、そういったところではまだ落ちてるわけじゃないから、ね、はい、まあ、ここからまたね、うん、なんとかしてバッティングをね、よくしてほしいっていうね、はい、で続いて田中俊太、うん、一軍未出場、はい、いやこれだ なんか全員同じだからね、うん、キャラ、まあ、そうですね、しかも世代もみんな一緒なんですよね、うん、全員が生き残れることないからね、うん、正直、はい、全員バッティングだね、うん、正直そこがバットしないからね、はい、でどんどんね、新しいものも取ってこられてっていうところで、うん、で渡来も来るしね、はい、そういったところでは渡来もね、左打ちだから、うん、もうキャラかぶりでね、はい、どんどんこの3人はチャンスが減っていくからね、うん、そういった面では全員2歩交代だね、全員2歩、うん、うん、まあ、そこでだから全員生き残れないからね、はい、誰かはもう必ず脱落するから、うん、袴さんは、はい、池谷、小深田、池谷投手、あ、池谷、池谷、小深田、小深田は今年自分デビューで再来年ブレイク予想で出たの今年、ちょっといや、ちょっとまず池谷投手はね、戦力外になっちゃいましたね、うん、うん、小深田、2軍でもそんな打ってないね、うん、ちょっと期待してるんですけどね、うん、
まだ1軍デビューはちょっと持ち越しでした。うん、はい、そうだね、うん、継続継続、うん、私の期待継続です、うん、はい、っていうとこだね。はい、まあ、多分ね、平良は来年も頑張れそうな感じがするけどね。坂本投手先発で頑張ってほしいな。そうだね、だから今永とかそこら辺がもし抜けた時のね、うん、そこを、まあ、どうなるのかっていうね、うん、まあ、ところだね。はい、うん、阪神ロッテ編です。はい、はい、ロッテは、うん、唐川、佐々木、千早、うん、田村、角中、平沢、はい、ね、で平沢は昨年の首位打者です、うん、2軍のね、2軍の、はい、それを自信に変えて勝負できるかっていうね、うん、ところで1割7ホームラン3本でも序盤結構使ってもねたイメージはいや、めっちゃ出たよ、ね、うん、まあ、荻野ね、はい、高部が怪我でいなかったっていうね、うん、ところもあって、はい、使われてたけども、うん、継続できないんだよ、はい、いやこれはもうロッテじゃやることないやろ、もうっていうか周りももうできることないやろ、うん、平沢に対して、うん、それだったら細川が DeNA 中日に行って、うん、和田さんと出会って、はい、何か大きな転機を迎えたように、うん、っていうね方法もあるかも分かんないけども、うん、ロッテがけもう手離れてんじゃん。いやなんか去年そう思いましたけど今年去年とかより全然やっぱ監督も変わったっていうのもあって出番あったじゃないですか。それ生かしてないから ね、まあ、ね試合出てるだけじゃダメだから。そうですね、っていう感じです。はい、ね、続いて、はい、田村、うん、まあ、FA しないでね、はい、なんか生涯ロッテでみたいな、はい、まあ、監督が吉井さんに変わってよかったねみたいなね、うんうん、そうですね、うん、感じになるけども、うん、いやーもうあれやな、シェアハウスやなこれ。シェアハウス、うん、シェアハウスだけど、うん、シェアハウスの、うん、大部屋ね。大部屋、個室じゃない、個室ないんですか、うん、でまだ20代でシェアハウス行っちゃいます。もう無理やろ、伸びしろないやろ。え、でもシェアハウスには入れるんですか。使われ方はこんな感じじゃん、おじいさんが監督になって、はい、ね、ひょっとしたら今年1年間松川をほぼ2軍でやらして、うんうん、でもクライマックスとか佐々木の時とか受けてたわけじゃん、うんうん、でやったらひょっとしたら来年松川の方が試合数多くなって、うんうん、もう誰かが代打出た後松川は代打で田村みたいな、はい、週に1回田村みたいな、うん、とかになる可能性も十分あるから。なるほど。もう29歳やろ、ベテラン集出てるような。俺が29歳の時に、はい、2005年だからね、うん、日本一になった時だよ、うん、はい、で田村が来年の時に俺 WBC だからね、うん、だからこの田村にはよく考えてもらいたい。田村の俺この年に阪神に日本シリーズ勝って、うん、今多分アジアチャンピオンシリーズやってる感じ、うん、サムスンとかと、うん、でそれ終わって3月に WBC 行ってるからね、うん、って言えば俺はこっからゴワー行ってるわけよ、はい、お前もう下がるぞっていう。いやちょっと本当はシェアハウスだから入る年じゃないわけですよ。じゃない、だから欧米、だから欧米、欧米シェアハウスでも個室にさ入れてもらえてない、はい、欧米、はい、もう使われ方もこんなもんやろ。大丈夫だから今の現状納得してないやろなってそれだけ思う、これ、うん、本人がですか、うん、うん、試合出てることだけで満足してないやろなっていう。あ、正直確かに逆に聞きたいね、伸びしろまだあるんて、はい、シェアハウス大部屋、シェアハウス大部屋、うん、でもね、こう上を目指して頑張ってほしいです、うん、はい、ほんと次、はい、角中選手、角中はもう頑張ったよ、頑張ってる、もう角中と荻野いなかったら、はい、下手したら B クラス落ちてたぜ。いや CS はこの2人のおかげで立ち抜きましたからね、今年ね、うん、2割9分6厘ね、はい、86試合出場、うん、ね、ホームラン9本、うん、64打安打39打点、はい、頑張ったよね。うーん、ホームランだって9本は自己新だからね、はい、おー今まで8本しか打ったことないからね、首位打者取った時も8本しか打ってないから、うん、まあ球場が狭くなったっていうのはね、はい、あるけどこの時は広かったからね、十分だね、うん、シェアハウス、シェアハウス、いやこれと個室、個室でも功労者っていう感じですね、おかくもっと出れんじゃんおかしい、ちょっと体力的にきついんでって言ってたから、うん、まあ、36歳だからね、うん、まあ、こういう DH だったりとか、うん、たまに使われる方がフレッシュな体で、うん、しっかり結果残せるっていうの、うん、ところはもう多分この今のポジションに納得してやってると思うから、はい、そういった意味では多分変わらないから、うん、角中が怪我しない限り、はい、このポジションは、うん、さあ次投手、投手、唐川、うん、6試合、はい、登板1試合先発、うん、7.04、うん、もうこれやな、うわそうですか、34歳だもん、うん、ロッテでドラフト1位じゃなかったら、うん、もう占領下になってると思うよ。あ、ですか、まあ
来年本当頑張んないとクビだねっていうぐらいの立ち位置になる、はい、うん、っていうところですよ、ゆうき、唐川君頑張んないとね、うん、で、佐々木千早、はい、佐々木千早ドライブですね、同じく2試合登板、防御率 3.00、うん、2軍では26試合登板、12先発 3.84、うん、4勝7敗、うん、防御率苦しいな、なかなか、しかも若いのかな、どんどん出てきてるしね、うん、横山とかね、はい、横山とか来てるからリリーフに空きがなくなってきてるよね、うん、そんな成績自体は良くないんだけどね、はい、チームのね、でもやっぱ若い人たちの方がチャンス多くなってくるじゃんね、うん、まあ、全体的には角中だけが頑張ったらって感じだね、うん、この中だけだったらね、はい、それでも2位だからね、うん、不完全なのに2位ってすごいよね、で、高間さん、はいはい、山口浩輝俳句、はい、スタンドに大きな桜を30本って、ね、うん、私が読んだんですけど、ちょっと足りなかったですね、全然ね、ちょっとどころじゃない、全然、はい、足りなかった、うん、半分だもん、はい、2割3分5厘、うん、もうちょっと成長してほしいよね、正直ね、物足りないよね、物足りない、はい、こっちの、願いも高いからね、うん、これじゃちょっと物足りないね、ホームランを取るぐらいの、ね、そうそうだね、活躍を今年ポランコ選手がね、うん、そうでしたから、これはまたね、ちょっともう継続、継続、ね、継続的に期待していきます、うん、頑張っていってほしいね、はい、来季頑張ってほしいです、うん、続いて阪神、はい、ね、阪神は秋山馬場、高橋アルト、うん、坂本、糸原、はい、で先生がなぜか板山っていうね、はい、先生だけが言ってる、うん、ね、岩田が今年ブレイクすると思うっていう、はい、いやいいと思ったよな、多分キャンプとか見て、うん、ね、そうですね、うん、2軍でも2勝3敗 4.85、うん、1軍登板はなしですね、なし、うん、ね、これはもう継続、はい、来年に向けてだ、まだ3年目なんで、そうだね、はい、うん、でピッチャー、はい、秋山、うん、いやもう苦しいよな、 7.45 いっぱいだもんね、うん、2試合登板2000発、はい、ねえ、うん、2軍でも8勝5敗 3.9 だから2軍のローテは、ま、回ってんだろうね、はい、ずっとね、うんうん、まあもうこれやな、いやまあ阪神いい人多いからな、32歳、来年33歳、はい、まあ、年もあるしな、うん、そうですね、ちょっともうポジションなくなってくるよね、しかもルーキーたちもね、うん、はい、まだ入ってくるからね、うん、あとババ、ババ君ね、今年19試合登板、うん、はい、先発1回、うん、ね、2勝1敗、うん、2.45、 でも2軍では 1.97 だからね、うん、28試合投げてほぼリリーフ、でも中盤からすごい良かったですよね、リリーフで、うん、そうだね、うん、まあ、VTR でも 2.45 ですからね、これやな、でもあ、でもそれでもそうですか、いるからな、他が、まあまあまあ、その人がいますからね、うん、継続して頑張っていかなきゃいけない、はい、でもまあまあまあね、うん、明るい兆しは見えてるから、ね、見えてます、うん、そういった意味ではね、なっててますから、うんうん、で続いて、はい、高橋遥人、はい、ね、出てきてほしいな、でもまず投げたっていうね、はい、うん、秋になると投げ出すっていうね、うん、どうなんだろうね、もう、はい、あのポテンシャルは最高よ、うん、うん、ほんといつも言いますよね、持ってるものはすごくいいって、うん、でももうこれだね、うん、モンベスとかも出てくるからね、そうですね、うん、うん、そうなってくると、ね、ポジションなくなってくるからね、うん、ファンの人の期待値も高いけどね、はい、うん、続いて坂本、はい、お、でもここはもうゴールデングラブ取ってたよ、ね、もう、うん、ね、うん、日本人もなったしね、うん、これはまあ、まあ、梅野がね、はい、怪我したっていうところで、うん、坂本にとったらもう超ビッグニュースだね、はい、だからそこで掴みましたし、いい活躍でしたからね、でも坂本前半良かったんだよね、うん、坂本が出てる方が勝ってるやんみたいな、ね、はい、感じで言われてて、うんうん、でまあ梅野も起用しながらっていうところで、はい、まあ、正直この梅野の怪我が坂本をハッピーさせたね、うん、だから俺はもう言ってんねん、もうあの他人の不幸は蜜の味って言っていやだって怪我したら自分は出れんだからね、まあ、ライバルですからね、もう坂本にとったら本当、うん、梅野の怪我は嬉しいニュースだったと思うよ、うん、で84試合出てね、はい、で最後リーグ優勝クライマックスも日本一にもなって、うん、梅野が経験できないことを自分が経験して、うん、結果も残したら、うん、来季に向けてね、しかもいいところでまた打ってたしな、はい、打率は低いけど ね、 そ う、 ね、うん、そういった意味ではちょっと梅野にちょっとアドバンテージ作ったんちゃう、うん、来季に向けてはね、もう今阪神のキャッチャーって言ったら坂本っていうイメージがちょっとついた感じがありますよ、もうね、梅野にとったデッドボールの骨折はね、うん、
不運でしかなかったけども、うん、人生ってそういうもんだから、はい、今度は来年梅野が崖っぷちになるかもわかんないよ ね、うん、そうですね、正直ね。でも坂本はもう坂本タワマンで、タワマン何回ぐらいにいます？48階。うわ結構高いマンションの上の方がいい、下見えへんなみたいな、わ感じちゃう。そのぐらい掴みましたね、日本一になりましたし、うん、糸原、はい、もうこれもまあね、ショートがね、木浪がもう掴んじゃったからね。いやそうなんですよね、うん、最初は小畑もね、うん、チャンスあるんかなっていうところもあったけども、うん、木浪が掴んでセカンド中野でしょ、うん、シェアハウス、シェアハウスか、うん、もうこんな感じやろ多分使われ方、うん、そうですね。だってこれ岡田監督さんがこのままになって木浪もああなったら、うん、この使われ方はこっから悪くなることないと思うんです、はい、左の代打の一番手っていうところにもなるかもわかんないし、はい、だから下手したらもう神様襲名みたいな感じになる可能性もあるよな。あるんですね、うん、八木さん、檜、うん、山さん、うん、関本、糸原になるかも、はい、でもなんか必要なポジションではあるわけですよね、うん、でももう、うん、上を狙っていくポジションじゃないかもわかんない。だからこっからスタメンを掴んでとかではないけど、うん、シェアハウス、シェアハウス、お2階2人部屋、はい、2人部屋、まあでもそっか30、来年2か、うんうん、神様系運なるかもわかんない ね、うん、そうですね、正直ね、まあ、ちょっと木浪選手がバチッといっちゃいましたからね、うん、まあ、役割ポジション難しかったかもわかんないけど、優勝に向けてはね、はい、いい働き。だってあの、はい、日本シリーズ5戦目ね、あの糸原がヒットがなかったら、うん、多分阪神日本一になってない可能性十分あったからね、はい、そういった意味ではね、糸原の活躍大きかったなと、うん、先生、板山はどうした？なんでちょっと歯車が悪かったよね、うん、いや、そう暑いですから、うん、うん、最初良かったんですよね、開幕時、うん、いやその先生がさ、その、ね、こう去り際にこう板山選手が自分はちょっと曲がりっぷしだと思うみたいなことをね、でもね、言って、彼は絶対練習熱心なんで、うん、やっぱりこういう真面目な選手欲しい球団あると思うんですよ、うん、来期期待です、はい、来期期待、来期ここからグッとくる可能性は、戦力外になられたなんですけど、ね、多分どっかでやってたってくると信じてるんですけど、うん、はい、もう一回どっかでチャンス掴むと思ってます、うん、じゃあ継続、継続です、注目、袴田さんの、はい、ネクストブレイク選手、はい、キリシキ、キリシキ、よかったよな、いいんじゃないですか、ね、よっしゃ、頑張ったよね、リリーフでね、はい、左っていうところでは、うん、最初やっぱ先発で回ってほしいなっていう希望で言ったんですけど、うん、いやもうでもリリーフでハマりましたからね。島本はワンポイントだけど、うん、キリシキは1イニングみたいなね、はい、感じに、うん、だって島本もキリシキも1点台だからね、防御率、はい、1.79 です、うん、2勝0敗、27試合登板ね、うん、はい、素晴らしかったよね、うん、西純也が俺らの予想に反してあんまり頑張ってくれなかったね、はい、いや去年から今年は西投手は2桁って言ってたんですけど、ね、ちょっとね序盤からなかなか勝てなくて、うん、3.86、はい、ローテーション入ってくるかと思ったけどね、いやそうなんですよね、5勝2敗、うん、まあ、それでもまあ貯金は3つあるんですけど、そうだね、うん、うん、という感じかな。でも来年も西投手私は期待しております。でもさ野手で言うとさ、この中に選ばれる人が活躍してる頻度が高ければ高いほどやっぱ順位が上に上がるね。そうですね、うん、それはありますね、正直ね、うん、うん、まあ、引き続きの選手もねまた頑張って自分たちのポジションね、はい、掴んでいってもらいたいですね。はい、来年どうなるか分かんないですから、ね、だからこのね全部の中で、はい、全12球団の中で、うん、崖っぷちで選んだ選手、崖っぷち選んだ中で一番の大出世は、うん、ピッチャーだったら田中正義、田中正義ちゃう？ジャスティス、うん、総合的な面考えたらね、ピッチャーだったらやっぱジャンプアップ的にはやっぱ田中正義だよね、はい、中川とか頑張ってるけどまあ元々のあれがあるからね、そうですね、うん、田中正義やな、はい、ピッチャーはね、はい、一番の出世はね、うん、野手は坂本かな、あ、そうじゃないですかね、うん、野手は坂本だよね、日本一になってますから、うん、これが崖っぷちの中からは一番のジャンプアップ選手だったんじゃないかなっていうね、はい、うんうん、ところでまた来年も、はい、この中の選手がまた頑張ってくれればいいしね、はい、また新たな崖っぷち選手を紹介していきたいと思います、はい、ということで全6話終了です、はい。